お届けするレクサフローイエイ。はい、今ですねちょっとバタバタしてて早朝7時ぐらいにですね、撮影しております。まあこのレクサフローねスタートしまして、もうねあっという間にねまた時間が過ぎてしまったんですけど、ようやくなんとか今第2話を撮影しております。で、1話目の方でですね、まあ今までねその SNS 更新がなかなかできてなくて、そのみんなからリリちゃん大丈夫っていうメールをいただき出してしまったってこともあって、これはご報告せねばと、突然かな、やっとなのかな、この Vlog 的カテゴリーのレクザフローをスタートしたわけなんですけど、皆さんね早速たくさんコメントを、書いてくれてありがとう、ありがとうございます。そうリリをね応援してくださる皆さん、まあ、ファンネームはリリッターと呼ばれてますけど、そうここにねお集まりのリリッターの皆さん、もう本当に相変わらずめちゃくちゃ素敵な方々ばかりだなと、ありがたいなっていう風にすごいしみじみとしておりました。まあ、中にはねその YouTube しかご覧になってなかったって方もいたのかな、えリリちゃんみたいな、めっちゃ驚いてらっしゃる方もいて、私自身はそのすごいチャレンジをめっちゃしてたからパッて過ぎたような感覚だったけど、まあ、みんなからしたらねもう本当にあめっちゃお待たせしてしまってたんだなっていう、そうそんなねことも感じながら、でもね本当に皆さんからのそう温かいメッセージを見ておりました、ありがとうございます。あそうあるあるなラグでさ、お父さんラグみたいなものもあるなみたいな、お父さんはお父さんなりのその家族の幸せの定義じゃないけど、毎日ねこう遅くまで耐えて耐え抜いて家族の幸せを願って働いてるけど、家族の幸せの定義はまた違って、そんなことよりも一緒に過ごす方がいいんだみたいな、そういう幸せ望んでるんだみたいなね、まあ彼からねとかでもありますよね。まあいいけど、はい、またねそのこの数年間でですね世の中のお父さんのもどかしいそういう気持ちまでもちょっと分かってきたかもしれません。まあそれは置いといて、前回もねお話ししましたけど、まあ、そうやってねこう、お待たせしてしまっても皆さんこうね集まっていただいてる、まあ、大事なもう神みたいな存在の皆さんですよ私にとったら。そうなので、まあ、引き続きね、まあ、SNS 含めメッセージだったりとか質問だったりいろいろこう書き込んでいただけると、多分ねそのアイコンとかその皆さんのお名前とか多分覚えてくると思うので、私そうだからねぜひ、これからも引き続きたくさん書いてもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。皆さん楽しみにしてます。はい、でですね前回から、まあ、今回の間は何をしてたかっていうのを、ちょっと軽く話すと、一言で言うとですね、いろいろ準備的なことをやってたって感じですかね。そう。で、私の場合、3つ軸があって、2つ目は、アーティストとしての、そのクリエイティブな活動みたいなところ。で、2つ目は、楽曲を届けていくための、いろんな準備みたいな活動だったりとかって感じで、で、3つ目は、その自分の理念みたいなところに基づいた、活動って感じなんですけど、この間はね、結構2つ目の、楽曲をこう届けていくための活動みたいなところがメインかなって。そうだからすごいたくさんのミーティングが あったんですけど、そうだからこの期間たくさんのね方に出会わせていただいて、そうめちゃくちゃね楽しく過ごさせていただいていたんですけどね。で人との出会いって、改めて本当に感謝だなって。だってさ、ご縁がないと出会えないわけですよ。すごいなって改めてすごく感じてて。で、時には、運命的というか、お、ビビってくるなみたいな感じの時もあるわけですよね。そう。だからそういう方っていうのってね、結構出会ってすぐに、直感的に何かを感じるみたいなことが結構最近あって、もっと前だとその表面的なことを感じ取るぐらいしかなかったんだけど、最近はご縁の深度みたいなものなのかな、そういうのをすごいはっきり分かるようになってきたかもしれないなっていうのをすごく感じてます。そう、
なんか面白いなって思ってて、まあでもなんかさ、私たちって結構科学でも究極その素粒子、粒とか波とかなんかエネルギーっていう風に言われていますけど、でも確かになんか人って何かを発してますそう、そのなんか発してる何かを直感的に多分感じ取れるようになったのかな、わかんないんですけど、うん、以前はね、目と耳でこう得た情報っていうので結構左右されてしまってた感じだったけど、なんか今はその感覚で受け取る方が先に、うん、来るので、かなりね、なんかいろいろ分かるようになってきたなっていう風に感じてて、ちょっと面白いなって感じなんですけど、でこれさ、なんか訓練次第では敏腕採用担当みたいななれるんじゃないっていう気配がしてるんですけれども、なんかだからなのかな、なんかね、今ね、周りがすごい素敵な方々に溢れているなっていう風に感じていて、なんかもうこの数年間さ、まあ、前の動画でもお話ししましたけど、もう必死のゼーゼーモードだったわけですよ。なんかそれがなんか嘘みたいな感じで、最近はね、すごい軽やかに、なってきております。そう。なんかようやく、ねばならないみたいな、なんかそういう呪縛が解けたのかな。うん、解けてきたのかなみたいな。でね、この呪縛ね、マジで厄介なのが、自分でなかなか気づけないってところなんですよ。だからね、これ気がつけないと、ずっとこう、ハマってくっていうか、なんかワーカーホリックになってって、うん、めちゃくちゃこう空回りするんですよ。何やっても。何やってもやればやるほど空回りしていくっていうことが続くんで、まあもう本当に注意なんだけどね。だから、これを見てくださってる皆さんの中で、なんか今、なんかついてないなみたいな。なんかついてないぞって感じる方は、多分ね、それにハマってる可能性がちょっとあるかもしれないので、ねばならないの、そのガチモードにギアを入れてる可能性あるから、一回立ち止まっていただいて、点検をしてみてください。そう、めちゃくちゃ注意です。はい。そしてですね、まあこの動画をご覧になっている、まあね、この本物の皆さんに、そう、なんと、ようやく、お知らせが、ございます！イエーイ！やっとです。そう、来月11月29日金曜日にですね、なんと私の新曲がリリースされることが決定しました！やったー！めっちゃ嬉しいんだよ、これ。なぜかというと、普段よりももっと嬉しいのが、なんかね、この曲実はもうね、2年半前ぐらいから完成してたんですよ。完成してたんですけど、すっごい不思議で、なんか本当は I Need You をリリースするタイミングでこの曲リリースするはずだったんだけど、すっごい不思議なことに、なんか自分の意思とは関係なく、なんかなかなかリリースできないっていうことになるんですね、なぜか。だからなかなかリリースできなかった曲っていうのもあって、なんかやっとなぜか、そう、ようやくリリースすることになりました！やった！だからめっちゃ嬉しいな、私は。そう、ちょっとね、これは、話し出すとかなり深い話になるので、またね、皆さんにおいおい語っていこうかなっていうふうに思っているんですけど、そしてですね、今ここにね、集まってくださってる皆さんにね、本当に会いたいと。まあ、この前の動画でも話してましたけど、なんか企画しようかな、みたいに言ってたじゃないですか。はい。有言実行でですね、11月30日、その29日リリース日じゃん？その翌日の土曜日に、これね、リリースイベントをちょっと開催しようかなって、みんなでそのリリースを、の喜びを分かち合う会をやろうかなっていうふうに思っております！イエーイ！楽しみだ、マジで。いや、私さ、US チャレンジをさ、こうずっとね、してる関係で、なかなかそのライブ会場を抑えれないってこともあるから、まあ、ちょっとね、今回もですね、結構、会場が変わってます。ライブハウスじゃないんですね。はい。まあ、そしてですね、この、まあ今回は、デイとナイト。
うん、まあそれぞれ内容が違う、なんか2回のライブをやろうかなっていうふうに思ってて、そうそう。で、今ご覧のね、このコアの、リリッターの、皆さん、まあなんか、どちらかね、ご都合のつく時間帯だったり、まあ、一日空いてるって方は、まあこの日を丸々リリデーにしちゃうっていう方は、ぜひね、この11月30日予定を空けてもらってですね、リリと一緒に時間を過ごしませんか？うんうん。過ごしますよね。ぜひ、リリに会いにいらしてください。まあ、詳しくはですね、この後、また近々、SNS とか、まあ、この YouTube とか、ご案内をできたらなっていうふうに思っておりますので、引き続きチェックしてもらえたらなっていうふうに思います。はい。ではですね、まあ、今回の、第2話のレッグザフローはこんな感じで、一回終わろうかなというふうに思いますが、次回のレッグザフローもお楽しみにしていてください。ぜひね、そのご案内しますのでチェックしておいてくださいね。では、皆さん、いつもありがとう。これからもどんどん撮ってきます。Love you!